パルマ第4カウントダウン開始。セリエ A の名門パルマ移籍が目前とされるベルギー一部チェントトロイデンの日本代表 GK 鈴木ザヨン21に関し、15日付の地元紙ガゼッタディパルマは同日にも正式契約を結ぶ見通しだと報じた。鈴木は前日14日夜にパルマ入りしたという。同紙は今朝4年目のオプションがついた3年契約に署名するはずだ、欠けているのは署名と発表だけで、その他は細部に至るまで準備が整っているはずなどと記した。移籍金は700万ユーロ約12億1800万円プラス出来高で、契約は1年延長オプション付きの4年となる模様だ。すごいチームへの移籍、厳しい評価にさらされるでしょうが、ここで認められればもうどこに出しても恥ずかしくない一流。日本はキーパーだけがちょっとね、とはもう言わせない活躍を期待。ブッポンが世界的な GK に名乗りを上げたクラブ、前世紀の中田が10番で迎え入れられたクラブ、ソラ、アスプリージェ、ブローリン、クレスポ、アドリアーノなど、ワールドクラスのレジェンドが多数在籍したクラブ。昨日テストマッチやってるし早くキャンプ合流したいね。イタリアならキーパーを上手に育ててくれそう。日本代表の短所であるキーパーのポジションを埋めてくれることを期待したい。セリエ A に日本人 GK が誕生するって、ある意味異常。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。